はい、縦塚古墳でございます。これは前方後円墳やね、戸建て替え型。全長が88メートル、高さが2メートルもないか今。こんな感じでございます。よう残してくれたね、これ。住宅街で全部こうね、ああいうね、建物を建てる予定だったんだけどね。よう残してくれましたわ。ホタテ型やけど分かるんかね。分からんかね。こうか。こういう感じかね。こっちかね。もう公園になっとるかわからんね、これは。どっちかね、これ。あ、住宅のど真ん中にね、今公園ができてるんでね。で、横は2名半でございます。墳丘は2メートルぐらいしかないね、これ。はい、これ墳丘でございます。これはね、一回来た、あ、やっぱあっちやな。考え方して向こうやな。向こうこう前方向かもしれないな。かなり大きいんですけどね、住宅のど真ん中に。こうかもしれないな。こうかね、こっちが、いやー、それにちょっと、なんか違うんだけどね。はい、こっちから見てみましょう。こうかな。こういう感じ。ここは前方部。高さがないんでね。こんな低い前方公園もないやろ。なんもなんでもね。削られましたよね。どうも形が分からへんね、これ。もう一回見てみよう。やっぱりそういう感じやな、この案内板で見ると。はい、やっぱりそうでございました。ここは作り出し部分かな、ここは。ここは作り出し部分。ここ作り出しね、はい。もうね、形状が壊されとるんでね、なんとも言えんて、こりゃ。はい、朝からありがとうございました。はい、ありがとうございました。縦塚古墳でございました。全長が88メーター。高さが3メーター未満。いや、現状がね。まあ、昔はもっとね、雰囲気は高かったはずなんですけどね。はい、朝からありがとうございました。
この彦佐でございます。